されたエッジタイプです。スポーツマンタイプです。ガリベンタイプです。本当によろしいのですか。スポーツマンタイプです。本当によろしいのですか。本当によろしいのですか。なるほど、あなたの人となりを把握いたしました。ここからが私の腕の見せ所です。ターゲットの名前は久時宝だ。今まで異性と付き合った経験なし、優柔不断な典型的草食系男子と、まったくどうしようもない人間ですね。でもそんなあなた様をこのエリート天使である私が幸せにして差し上げます。これまでの練習の成果で今の私は百発百中。先輩のような失態は犯しませんよ。あれは悪魔学校の生徒？もしかして同じターゲットを狙っているのですか？はいはい、女神様です。もしもし、エコロです。あ、エコロちゃんどう？試験は順調に進んでる？同じターゲットを悪魔学校の生徒が狙っています。ターゲットの重複は起こらないように調整されているはずではなかったのですか？あら、それはおそらく補修ね。補修ですか？この時期に悪魔学校の生徒が地上にいるということは十中八九補修だわ。ちなみにエコロちゃんも今回の成績が悪ければ冬に補修が。こうなればあの悪魔より先にターゲットに矢を。って、もう槍を構えてる？銃に矢。よし、いっけー。って、うわ、チャージスイッチが入れっぱなし。私はとんでもないことをしてしまいました。悪魔は逃げたようですね。はぁ、ちょっと、いくら先輩でも抜け駆けは許しませんわ。宝大先輩と落ち着いて聞いてください。宝大様、彼女たちは宝大様の体からあふれる魅惑のモテオーラによって目を凝らしてみてくなあ。もケロモ、
お慕い申し上げます。それ今のあなた、高台様は眼力が強化され、普段見えないものが見えるようになっているのです。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。